そのままじゃ正直上のメンバーにはまだ勝てないと思うんで、これからまた一からやり直して、もっと強くなって、どういう質問でしょうか。早い。こんにちは、那須川龍心です。そうですね、この間は、自分の求めてるものとは、まあ、また違う試合ですごい反省点ばかりなんですけど、で、まあ、これから伊藤代表が言ってくる通り、なんかトーナメントをやるみたいなので、まあ、このままじゃ正直、上のメンバーにはまだ勝てないと思うんで、これからまた一からやり直して、もっと強くなってトーナメントでも勝てるように頑張ります。昨日自分の試合を、見直した、見られたと思うんですが、その、まあ、改めて見た感想をお願いします。まあ見てやっぱまあなんか自分の普段の動きとはやっぱ全然違うなって思いましたし、けど前の試合よりかは、なんていうんだろう、自分のパターンとか、そういう考えたいっていうのはすごいできてたんで、けどまだ、なんか、そうですね、まあ、反省点だらけって感じですかね。はい。今年1年を踏まえて、来年自分はどうなっていきたいかというのを聞かせてください。はい、では、龍心選手からお願いいたします。どういう質問でしょうか。今年1年を踏まえて、来年の自分はどうなっていきたいか。そうですね、まあ、今年は、そうですね、まあ、そのザ・マッチで負けてしまってってこともあって、まあ、いっぱい、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、来年からはトーナメントもあると思うんで、そこで、まあ、メンバー次第ですけど、優勝したら、チャンピオンに挑戦できると思うんで、まあ、ここ、来年のトーナメントに向けて、また、突っ走っていくって感じですね。はい。